どうも皆さん、こんにちは。簡単ウクレレ教室ガズレレのガズでございます。本日もこの小さなウクレレを使いまして、いろいろな曲に挑戦してみましょう。本日はバックナンバーの花束、こちらのラブソングをこのちっちゃいウクレレでガズレレ流簡単バージョンでやってみようと思います。いつものように2バージョン、最初のバージョン初心者様でもなるべく簡単にできるコードでやりますけど、歌のメロディーライトが歌の乗せ方もめちゃくちゃ難しいですけどね。はい。で、後半はかっこいいバージョン、さらにそこにかっこいいリズムを加えて、バックナンバーみたいな感じにできるように、かっこいいバージョンやります。2バージョン最後までご覧になってくださいませ。さあ、大好きな曲、頭の中流れてる曲、いつも聴いてる曲ね、CD 聴いたりカラオケで歌ったりするのもいいですけど、楽器と一緒に奏でる弾き語り、これぜひ皆さんに始めてもらいたいです。本当に最高に楽しいんですよ。でも音楽苦手だな、私楽器はちょっと無理だと思うという方、ウクレレだったら大丈夫です。弦が4本しかないし、ちっちゃいからいつでも触っていられます。でね、一番言いたいのはここです。簡単です。簡単なんですけど、やり始めたらわかる奥の深さです。で、今日の曲なんかも、コードは簡単です。歌は難しいですよ。だから伴奏は結構簡単に、まずは始められます。でも深めていったら、どんどん深めていきますからね。なんで、ぜひこれをきっかけに始めてもらいたいと思います。今ご覧になってるガズレレ YouTube チャンネルを見ているだけで、どんどんウクレレで音楽できるようになっちゃいます。もうちょっとしたらこの辺にリンクあります。このリンク先の初心者レッスンはここというところにジャンプしていただいて、数字の順番通りに YouTube 動画を見るだけで、どんどんウクレレが弾けるようになっちゃいます。歌えて弾けるようになっちゃいます。さあ、ぜひ気軽に始めてください。 YouTube ですから、いつでもどこでもスマホでも見られて、しかも無料、始めましょう。じゃあリンクあります。初心者レッスン、ここ行ってらっしゃい、クリック、行ってらっしゃい。そこにはガズが取りためたありとあらゆる音楽がもう1000曲ぐらいもうすでにアップロードされています。全部ウクレレ簡単レッスン動画になっております。最新の J-POP、 定番の J-POP、 昭和の夏メロ、演歌、歌謡曲、洋楽、ハワイアン、アニメソング、映画の曲、もう何でもかんでもウクレレで弾いちゃいますんで、でさっきのリンク先のところに行くと曲検索できたり、ジャンルボックスから探せたりできるようになってますんで、一回行ってご覧になってください。音楽聴くのもいいけど、やりましょう。それでは行きます。花束、ガズレレ流シンプル簡単バージョンの方からやってみます。わー、だった気がするんだよ。だから
のとこにはまっすぐにまっすぐに走ってくよ。僕は何回だって何十回だって君と抱き合って手を繋いでキスをして思い出すたびににやけてしまうような思い出を君と作るのさ。そりゃ喧嘩もするだろうけどそれなら何回だって何十回だって謝るし感謝の言葉もきっと忘れないからごめんごめんありがとうごめんくらいのバランスになる危険性は少し高めたけど許してよ、yeah. Say no カナダ。はい、じゃあここから A メロですね。これやっぱねひらがなで書かないとこの言葉のタイミングがね難しいんで、こう字がねいっぱい詰まっちゃうんです。これひらがなで書くっていうのはガズレレ流のまあアイデアで、その言葉の漢字だとねどこのに小説の頭が来るかって分かりづらいんで、この黒い点があるじゃないですか、ここでリズムを測ってるっていうような感じです。こうやって覚えています、ガズは。はい、なんか参考になれば。で、さっきも言ったんですけど、下に囲ってるのは後半やるかっこいいバージョンで使うコードで、ちょっと難しいコード出てきますと。一時停止でメモってください。はい、でここ B メロですね、はい、ここもいろいろ書いてあります、後で解説します、はい、でここがサビです。このサビとかもうほぼラップですからね、ラップ言葉がバーッとこう入ってくるところ、しかもこの切ないラブソングでゆったりな曲なんだけどこういう感じというのが、まあバックナンバーはもうほんとこういう感じの歌い回しっていうかね、ここがね皆さんこう虜にさせるんだと思うんですけれども、はい。でここがブリッジパートです。ちょっとここ土地がなくなっちゃったりぎゅうぎゅう詰めになっちゃったんですけど、ちょっとなんかこう何かの参考にしていただければと思います。そしてこれ今やってこうサビに戻ってっていうのがガズレレオリジナルバージョンでございましたので、はい、アレンジしてみました、まずじゃあ出てくるコードを解説しましょう。今やったシンプル簡単バージョン、これ結構いっぱい出てくる。 C と Am、A7、F、Dm、D7、G7、E7、Em7、C7 です。結構大盛りなんですけれども、今やったシンプル簡単バージョン、この今書いてあるやつは全部ドン！ガゼレリ必須コードのグループの中でございます。ガゼレリ必須コードっていうのは一体何かというと、コードっていうのはね、音楽っていうか弾き語りやる上では覚えなきゃいけないですね。こっちのね、これ、こうやって。これのコードって言うんですけど、これは本当は星の数ほどあるんです。全部覚えようと思ったら大変なんですけど、ウクレレ、で皆さん音楽やろうと思ってると。だったらね、ウクレレにとってものすごく便利で仲良しで、もう本当にね、助かるってコードがあるんですよ。それを、このガズレレ必須コードということで名付けております。なんでこれね、10個ぐらいあるんですけど、まずウクレレで音楽やろうと思った方、これを基本に覚えてください。10個ぐらい。10個もあるのかとか思うでしょ。でも1個ずつ見たら指1本で押される簡単コードばっかりなんですよ。なんだけど10個いっぺんに覚えようと思うとちょっとコツがいります。私が解説してる動画で解説してます。わかりやすくてスッと頭に入ります。ここにリンク貼っておきます。このリンク先で、このガズレレ必須コードはマスターしてください。はい。今のそれをこうゆっくりやってなんとか、こう皆さん、初心者の方でもできると思います。ただし、さっきも言ったんですけど、歌の乗せ方とメロディーがすっごい難しいというか、はい、レベルが高いと思いますので、そこ挑戦してみてください。さあ、ここからかっこいいバージョンの解説に入っていきます。かっこいいバージョン1個コード追加。コード、出てくるコードはですね、Gm7 というコードを使います。G-、これがちょっと切ない感じでちょこちょこ出てきますんでね、押さえる場所ここと、ここと、ここの3つですね。こことこことここ。どうやって押さえるかというと、人差し指をこうギュッとやって、このぐらい反らしてください。このぐらい反る。すっごい反ってるでしょ、ここ。ここで、ちょいと足す。これが、Gm7。これ、1個入れてきます。で、あと全体的なリズムなんですけど、ドン！これはですね、16ビートのチャという、結構な高難度なリズムでございます。しかも、シャッフルといってリズムが跳ねてる。チャッカ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 。いきたいと思います。どんな感じか。こんなイメージですね。すごい緩く脱力した感じの16ビートの、じゃあしかもシャッフル、チャッカ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 、リズムが跳ねてる感じ。
はい、16ビートのチャっていうのはちょっと奥が深いリズムなんですよね。この弾き方の解説動画、ドン、ここに貼っておきます。このリンク先は、ウクレレでできるリズムのいろいろというガゼレレホームページの1枚で、その中から16ビートのチャという動画を見ながら練習して、リズムを得得してほしいんですけど、まずこのビートをやるためには、8ビートというリズムから始めないといけません。8ビートができるようになって、8ビートのチャができるようになって、16ビートができるようになって、16ビートのチャができるみたいな感じをこう階段を登るようにやる、いわゆる最高レベルの難しさなんですけれども、これはですね、楽しくマスターしていくのがいいと思うんで、まずはですね、8ビートから始めるのはいいかもしれませんね。なんで、ちょっとその階段を登りながらですけど、いずれは楽しくできるようになると思いますので、やってみてください。あと、どんどん細かい解説をしていきます。ここのところ見てください。G7 を押さえてるところに1弦の2、3、5って書いてありますね。ここ解説します。イントロのところね。イントロの後半、C から行って、G7 なと。G7 ってこうやって押さえてると、1弦すでに2ですよね。2、3、5です。これよく出てくるんですけど、2、3、5まで小指届かしたい。で、これね、よくあるんですけど、5まで届かないっていう人が多いんですよ。この指が邪魔してます。G7 を押さえて、次ここに行くじゃない。その時にもう離しちゃうといいですよ、この薬指を。離して、離すと結構こういう5まで行きます。あと、ここ回転させる。こんな感じです。だんだん軸を変えていく。その時これは薬指離して、こんなのがコツになると思います。こういうところが2箇所ぐらい出てきます。サビの前でも。ちょっと大きいやつで、同じような感じで、2、3、5、G7 出てきます。ここ要チェックです。はい。それを1個決め、入れたいと思います。あとはですね、結構淡々とした感じなんですけど、A ベルの一番最初の1番は、チャを入れない16ビートにしようかなと、ちょっとメリハリつけて、A ベルの後半から16ビートのチャにして、ちょっとこう盛り上がりをつけていこうかなというふうに考えています。この曲はやっぱり全体的にはこうね、ゆとりがある感じがいいですよね。ガチャガチャしてない感じ。ちょっとこう落ち着いた感じのバラードタイプの16ビートルじゃん。しかもシャッフルだろ。ちょっとこうね、シャキシャキ跳ねてるリズムがキーポイントになるかと思います。それより何よりやっぱり、歌詞の内容ですよね。やっぱりこう、その思いを感じながら演奏する。これがやっぱり大事だと思います。やっぱり音楽はね、感情表現ですから。そこのところ注意しながら。まあ難しいですけど、それどころじゃないかもしれないけど、でもやっぱりちょっとどっか脳裏にね、イメージだけでも持って、取り組むのがいいと思います。それでは行ってみましょう。花束、バックナンバーの花束、ガゼレ流かっこいいバージョンやってみる。僕は長い間
謝の言葉もきっと忘れないから、ごめんごめんありがとう、これくらいのバランスになる危険性を少し高めたけど許してよ。バックナンバーの花束飾れるかっこいいバージョンやってました。やっぱ16ビートの茶でこうちょっと浮遊感っていうかこうふんわりした感じが出ると思うんですけど、ガチャガチャならないようにイメージするといいと思うんですけど、とにかくやっぱり何回も言うんですけど、この歌のねタイミングとメロディーライン、ここがもうすごい肝になるんで、まずそこをきっちりこう体にしっかりこう覚え込んでから、こうリズムにガチッと合わせていくのがいいと思います。思いっきり歌いましょう。音楽最高、ありがとうございます。さあ、カズレルですけど、このちっちゃいウクレレ持って2019年は日本全国と見回らせていただきました。ありがとうございます。はい、2020年来年もどんどん行きます。はい、もうちょっとでイベント情報も公開になりますよ。はい、ここのガズレレ .com で最新情報をゲットしてください。もうちょっとでこれチェックで、ホームページに見たらでもいろんなこと載ってますけど、ぜひとも見てください。リンクここに貼っておきます、ホームページのリンク。はい、そして今使ってるこのガズのウクレレ、これガズの弾きやすいウクレレというベトナムで作ってるオールタン版の本当にねめちゃくちゃいいウクレレなんですよ、これ。で、おかげさまでこれはまあ予約販売をしてるんですけど、すぐですね販売売り切れちゃうんで、もうちょっとしたらまた入荷するんですけど、その最新入荷情報がメールで受け取れるというシステムを、作りましたんで、ぜひ皆さんご活用ください。まずホームページから入っていきます。よろしくお願いします。で、あとはですね、本を出してますよ。ドンリットミュージックの本、この本がですね100曲入りのソングブック、めちゃくちゃ便利です。どんどん活用してください。もうものすごい勢いでヒットしてます。ありがとうございます。で、実はイベントもう一個実はあるんですけど、ガズですね、実はもう一個サブチャンネル、 YouTube のサブチャンネルやってます。ガズトークというチャンネルで主にトークをしてるんですけど、これが結構深いんですよ。ぜひ皆さんご興味ある方はこのリンク貼っておくので行ってみてもらいたいんですけど、このガズトークの初めてのイベントが渋谷で12月21日に開催されます。それはですね、まあウクレレのイベントではないんですけど、まあいろいろこう深い話をして、まあ楽しもうというイベントですので、まあそっちの、もしご興味ある方はぜひご参加ください。さあ、そんなこんなで音楽は聴くよりやる方が楽しい。どんどん皆さんやっていきましょう。ありがとうございます。さようなら。